僕もっともっと盛り上げたいんで、これ投げても面白くないんで、ちょっと今日は違うものを持ってきました。聞いて、これ僕が大道芸で始めた頃にこれ買ってきたんですよ。買ってきたって、まあ日本で売ってないんで輸入したんですよ。本当に空港で止まってて全然2ヶ月ぐらいかかってきた。そろそろおーとか言ってもすません。本当に難しいやついくんで、これでおーって言ったらのナイフジャグリングやっていきたいと思います。皆様応援よろしくお願いします。こちら3つのカップ同時に使いたいと思います。いきましょう。3、2、めっちゃ緊張してきた。聞いてもらっていい？本当にね、8かけ6つぶりなの大道芸で、もう音楽の内容も忘れてるし、喋り方も忘れてるんだよね。で、僕の先輩が1個前にやったんですけど、めちゃくちゃうまい。で、全部下のカップ3段目に入れていきたいと思います。いきましょう。3、2、1。その王が欲しかったんです。王のために欲しかったんです。そしてね、僕嬉しいのが、このご時世前に来ていただいてね、このように見ていただけるのめちゃくちゃ嬉しいんで、もうちょっとだけこれ待ってもらっていいですか。せっかく見てもらったんで、よいしょ、見える。ちょっとだけ、せっかく、こんな広いエリアで前に来てくれたお客様にちょっとだけ、お届けしてきたので、めちゃくちゃ細かいんで見える位置で見てください。今から使うアイテム、よいしょ、そして音楽が合ってるのかどうなのかがめちゃくちゃ